はいどうも皆さん、こんにちはです。ザ・フォレスト、今回もやっていきます。おっと。大丈夫ねえ。それでバージョンが 0.23 にアップデートされましたんで、早速アップデート内容の確認と、あ、トカゲ。トカゲね、結構重要になってきたからね。うん、アーマーが、あ、4つもあるね。で、爆発のと確認しに行きつつ、おい、ほら、大丈夫どこ爆発した？あ、ここか。やっぱここ来るね、原住民。うん。罠作っといて、これ正解だったよ。そんで、バージョン 0.23。何が追加されたかと言いますと、早速見ていきましょう。こちら何もなくてね、これです。スティックフェンス。どういったものかと言いますとね、これまあ、スティックフェンスそのままなんだけど、こうやってね、フェンスと、フェンスをこう、なんか来てない？え？変異体？あ、ちょっと怖い、マジかよ。マジかよ。変異体来てよ。で、こんな感じで、あのね、今実況撮ってんだよ。今、ちょうどね、撮ってたんだ。待ってね、今、あ、モロトフ？バーニングアップグレードロック。あ、なんだこれ。これ？あ、すげえ。お、え？ブルーアップグレードロック。あ、おー、オレンジになったよ、これ。え？これ戦えるんじゃない？やめとこ。やめとこ。ちょっとあれを処理してから、紹介していきたいんだけど。うらっ！で、これね、あの、設定で家が壊れないように設定しましたんで、家はね、壊れないです。お、ほら。お、あ、入った。あ、スカル。危ねえ。危ねえ、来てる。日本刀だ。爆発しろ。なぜ爆発しない？なんか音が追加されてるな、こいつの。オープン！さあ、やら！うらしゃっおらオッケーオッケーオッケー。いい感じ。いい攻撃だった。しょらやべ。つえ。危ねえ。くらいよしよし、参りました。どっか行った。あ、死んだ。あ、割と簡単に倒せるようになった。これはやっぱり分解とかできるアップデートは追加されてないね。うん。変異体急に来たなぁ。そんでね、スティックフェンス。まあ、先ほど紹介した通りなんですけども。これとかオンにしとこう。よしよし。ここにさっきいたからね、結構食らったんかな、ダメージ。そしてね、ちょっとスティックフェンス1個作りたいな。ここにこういう風に区切って、そんで、ここを、こう、物置にするとかね、そういうこともできるわけです。そうだね。庭何もなかったから、ここ物置でいいか。うん。あ、こっち入ってくよりはね、ここを入り口にしたいから、ここだね。ここの畑のとこにちょうどフェンスを、作っていく。で、こういう感じ。ここに入っていく感じ。あー、こういう感じね。うーん、なるほど。いいね。いい感じ。これいいわ。スティック取ってこようか、ちょっと。あ、それでまたアップデートちょっと紹介しようか。これと、あとはね、あと2個ぐらいあったんだよ、確か。あとね、これです。ロックボール。このスティックでこうできるみたいなやつの石板ですね。石板。あ、まあ、玄関がね、こうのぺっとしてたんで、まあこうやってこう、飾り付けてもいいんじゃないかなと。飾り付けというかもう、門みたいなね、こういう感じ。うん。これいいよね。石がね、これめっちゃ石いるんだよ、これ。うん。えげつないよ。石5個しか持てないからね。うん。だからここにこの物置を作って、あの、石とか置いていく、これね。ロックホルダーとか。こ
これを置いていきたいんですよ。これでとにかく石をね、もう大量に集めて、あのね、やってかないとこれね、あれ作れないと思うんだよね。このロックボールね。石が、左下を見る感じで568個、違う。あ、168個か。42個。で、42個でしょ？あれ？ 168 個。これ42個。42個でしょ？ここ、え？ここで42個？ 42 個のブロックが4つあるってことか。そういうこと。相当だね、これ。相当だよ。うん。よいしょ。ちょっと食い物食って。あとね、もう1個あった。あとね、ロックウォールでしょ、これが。これです！ディフェンシブウォールレイフォースメント。レイフォースメント意味わかんないけど。これはね、こうやって壁につけることができるというやつですね。だからこちらに、これありますけど、これ、丸太が9本使うんですけど、まあこっちだったらね、石が3個と木の棒が2個って書いてあったけど、全然そんなことないね。倍の数、倍ぐらい必要だけど。うん、これこんな感じで、設置してっても、完璧な、ディフェンス、ウォールの代わりと、いうか、石と枝がね、やったら、必要になったね。うん、今回のアップデートで。石とか使うの、だってね、この松明ぐらいしか多分なかったと思うんだよね。これとこれとか。それが改善されて、石とか、石とこの木の棒がやったら使うようになったね。これはまあでもいいアップデートだね、かなり。非常にね、建築またやりたくなってきたよ。とりあえずね、石をこの集めていきたいね、やっぱり。石。あの石がね、あんまり落ちてないんですよ。首3個あったな。石がね、落ちてないんだよね。うん。で、この木の棒で、この木の棒で地面をつけばね、小石は出るんですけど、これね。あ？来るな！この小石は出るんですけど、でかい石が出ないっていう。来るな、おい！まあ、一刀両断あれば、原住民は簡単に倒せるね、もうね、これ。余裕だね。うん。あ、石あった。あ、持てないか、オッケー。そんで、これだよ。これ。これ。これを作って、ここに石を置く。そう。こうやって保存して、やっていかないと、これ、作れないよね、多分。相当石いるから。うん。で、アップデート見てみた感じだと、やはり洞窟に、何か加わってると、いうことでしたね。アップデート。あと、作れるもんは増えてないね。うん。ここら辺も増えてないと。ここも増えてない。あと、ノートあって、うん。あと DIY クラフティングガイド。ここもね、まあ、全く、全く変わんないね、ずっとね。そんな感じかな？ここのね、ここの隠されてるこのボヤボヤがいつになったら解禁されるのかと。非常に楽しみにしておれるところではあるんですけど、全く解禁されないね。あ、今石叩けた。あ、石叩けるよ、これ。もしやこれ石、いけるんじゃないか。いける気がするぞ、これは。これ、石、細かい石にできる恐れがある。だってこれ、べしべし言ってるもん。べしべし言ってる。いけるね、これね。いけるわ。ほら。絶対これ、細かい石にできるはず。べしべし言ってるもん。うら。いや、無理かな。爆弾ぶつけてみようか、一発。もったいないけど。さっきやたらダイナマイト使っちゃったけど。ほぉ！あぁ、しゃしゃ。オッケー、いった。これいった。あぁ。全然ダメだね。やっぱ無理か。
木の丸太が集まっちゃったな。愛車あるね。あるっちゃあるんですけど、その、40何個とか100何歩とかってなるとね、だって今の段階で198個でしょ。これね、相当大変だと思いますね。あ、あった。あれでもポップ率ちょっと上がってるかな、もしかしたら。もしかしたら上がってるかもしれんな、これ。おう。あ、ロック持てない。あれ？これポップ率上がってるかもしれん。いいぞ。いい感じだ。さあ、どんどん作っていこう、これ。いいね。いい感じ、いい感じ。で、枝もね、必要だと。木の丸太が、丸太集まったな、どうしよう。とりあえずここに置いとこうか。さあ、棒と石、棒と石。だいぶ、棒と石重要だね、これね。で、石がここにあって、木の棒あって。うん。まあ、時間空いた時にこれちょくちょくやって、集めていかないとダメだね。作れそうな感じしないね、これね。さあ。もう、あ、でも、ここ埋まりそうだね、だいぶね。だいぶこれ集まったけど。1個で10個ぐらい保存できんのかな、多分。うん。そんなわけで。ちょっと短いけど、あ、言い忘れてたことあった。ここです。この玄関のあの段差。前のアップデートで段差ができてしまったんですけど、それがね、今回のアップデートでここにね、なんか、この苔石みたいなのが追加されて、段差がね、なくなりました。これ、これいいよね。段差、なくしてくれたんだろうね、多分、運営側が。うん。非常にありがたい話では、ありますね。そんなとこかな。うん。あっちの段差がなくなった代わりに、ここに段差が生まれてしまったけど、そのぐらいですね。うん。庭の方をね、もっと、こう、物置とかもね、作る意味が、見えてきたんで、まあ、作りつつ、まあ、洞窟の方とかもね、定期的に行きつつ、やっていければと思います。そんなわけで、ご視聴の方、ありがとうございました。次回の動画もお願いします。